栄冠クロス、スカウト検証バージョン 1.10。 今回はバージョン 1.10 におけるスカウトの最適解を各分野200人ずつ、合計で1200人分のデータから導き出したいと思います。動画の構成は1、検証方法、2、検証結果、3、スカウトした選手の実際の能力値とその推測方法となっています。それでは早速検証方法から参りましょう。まずデータの収集方法ですが、それぞれのゲージの色ごとにポイントを割り振って、それを合算した数字をその選手のポイントとします。その際に守備だけは 1.5 倍しておきます。なぜ 1.5 倍にするかは後半の推測方法の部分で述べます。それぞれの色とポイントはこうなりますが、注意点としては緑に近い黄色もオレンジに近い黄色も同じ3点として計算します。ゲージの長さではなく色で判断します。まあ、あとは集めたデータの平均だったりを求めていくわけですが、1200人分集めるのは本当に大変だったね。それではその結果をお知らせします。お見せする数値は平均値、最頻値と最大最小になります。平均値は守備を 1.5 倍している都合上、小数点以下の細かい数字も出てきています。投手、打撃、守備、バランス、一芸、特になしの順番に表示します。詳しく見たい方は一時停止推奨です。まずは投手の結果がこう、打撃の結果はこう、守備、バランス、一芸、最後に特になし、以上になります。一応1200人全員分の数字も載せておきますね。結果としては野手を探すなら打撃が一番丸いっていう検証結果になりました。投手に行くのも両方いい選手が見つかる可能性があって、面白いスカウト先かなって思いますね。守備は打撃よりは安定するけど強いやつが見つかりにくく、下の3つは特待生スカウトのついでだったり、あとは地域コンボの都合だったりと、なんか他の理由があればって感じでしょうか。それではこの検証結果を受けて、実際にどういう選手がどういう能力値なのかとか、入部時の能力を推測する方法をお話ししていきます。この場合の入部時能力というのは弾道から補給までの数字を全部足したもので、特能などを含めた総合評価とは違います。1200人中最高評価だったバランスで見つけた内田くんの入部時能力がこんな感じです。この内田くんはスカウト評価も最高かつ入部時能力も最高の選手でした。お守り参考記録ならこの守備で見つけた高波くんが入部時能力でわずかに内田くんより上でした。ついでに検証結果上位3つの特徴的な選手のゲージと入部時能力を紹介します。まず投手、ほとんどバランスと変わらないと考えて良さそうで、こういう選手が多いですね。次に打撃、打撃はもちろん走塁と守備もそこそこある逸材がたまに見つかります。そして守備、走塁と守備の評価が高くて打撃そこそこなら逸材と言えるでしょう。見つかる選手の傾向と入部時能力は以上ですが、今度はそれをスカウト地点で推測する方法、具体的にはいい選手と言える入部時能力200を超えるにはどれぐらいのスカウト評価が必要かっていうと、答えを先に言うと 16.5 です。表計算ソフトにスカウト値と入部時能力を回帰分析してもらった結果が以下の数式なんですが、ここに最初の方に出てきた守備の数値を 1.5 倍にする理由があります。守備の数値を1倍から 0.5 刻みで3倍までで回帰分析を行った結果、一番収まりのいい結果が 1.5 倍にした時でした。なおこの数式はあくまで大体これぐらいかもねってぐらいの推測値であって、プラスマイナス5ぐらいは上下するし、なんなら10違ったり、極端なケースとしては20違ったりします。20違うのはかなりのレアケースですが、5ぐらいの上下は普通と思っていただければいいかな。それではまとめに入ります。
スカウトに関しては何らかの調整が入るまでは一応の結論が出たと思います。野手が欲しいならとりあえず打撃に行くのが丸い。投手を探すついでに野手も見つかるケースがある。安定感を求めるなら守備という選択肢もあり。以上です。現在も調査は継続中ですが、次回の報告はスカウトに調整が入った後か、ある程度さらにデータが集まったらになると思います。それではチャンネル登録と高評価よろしければお願いします。またねー。